名古屋市盛山区の龍泉寺の湯そこにいたのがなぜかヤバトンのブーちゃんしかもサウナハットをかぶっています大浴場ののれんにも男湯女湯それぞれにブーちゃんのイラストが 地元企業同士を結びつけるプロジェクトの一環で成立したヤバトンとリュウセンとのの湯のコラボレーションです館内では T シャツなどのコラボグッズを販売サウナで整い露天風呂でくつろぐぶーちゃんの姿が描かれたサウナハットは耳もついた可愛らしいデザインですさらに注目はこちらのトトノいカツサンド サウナーにとってサウナの後の整った体には油が乗ったジューシーなカツがたまらないんだそうですこのほかにも食べやすい豚まんの販売も始まりサウナ飯としてヤバトンの味を楽しむことができますぜひサウナお風呂でさっぱりした後に美味しいとんかつとカツサンドですねや豚まんを食べて元気にリフレッシュしていただけたらなと ヤバトンのサウナグッズやサウナ飯は今日から来月28日まで龍泉寺の湯森山本店や一部のヤバトンの店舗で限定販売されます。